今日もその自分で作った雑炊を食べながらノーゲームノーライフをね見てたわけですよ、続きをね。で今どこまで見てるかというと、この前配信で話したけどさ、あの子が可愛いって話したじゃんか。何ちゃんだっけ、名前出てこないド忘れあの毛も耳のね可愛い女の子が、あそう、イズナタンがこうなんだろうな、主人公たちとこう勝負をする回あたりまで見たわけですよ。でそこが決着つくとこまで見たんだけど、まあいろいろね省いてちょっと軽く説明すると、そのイズナタンっていう可愛い女の子がね、こういつもこう国をかけたゲームを任されてて、でそれでこうゲームはいつも自分が勝つし、ゲームは楽しいことではないと、そのみんなを守るために仕方なくやらなきゃいけないことなんだけど、その主人公たちゲームすっごい上手いから、そういう上手なね主人公たちとゲームやってたら、その国がかかってるのにもかかわらずゲームがすごい楽しいって思っちゃったことをね、こう泣いてたわけですよ。もうそのシーンを見ながら僕はね雑炊を食べながら泣いていました。イズナターンと今日の雑炊はちょっとしょっぱかったです。うん、いや本当に泣いたわなんかね、ゲームが楽しい、ゲームを楽しいって思っちゃったみたいな